兵庫県知事の井戸俊三です。県内の新型コロナウイルスの新規感染者数は、医療機関や社会福祉施設などでのクラスター発生もあり、一昨日1日あたり20人を超え、再び感染増加期となりました。現在クラスターの発生原因については調査中ですが、感染リスクが高まるとされる次の5つの場面に注意していただきたいと思います。まず、飲酒を伴う懇親会等。2つに、大人数や長時間に及ぶ飲食。3つに、マスクなしでの会話。4つに、狭い空間での共同生活。5つに、仕事から休憩室、喫煙室、更衣室等へ居場所が変わった後の対応などです。また、県民の皆様には引き続き次のことにご理解、ご協力をお願いします。県民の皆様へ、ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていない感染リスクの高い施設、特に接待を伴う飲食店、お酒の提供を行う飲食店、カラオケなどの利用は控えるようにお願いします。マスクの着用など、兵庫スタイルに引き続き取り組んでください。合わせて、接触確認アプリ COCOA や兵庫県新型コロナ追跡システムの利用をお願いいたします。医療機関や社会福祉施設等への面会等には、感染対策に注意し、施設等の指示にご協力をお願いします。皆様一人一人が、うつさないとの強い思いで取り組むことが大切です。一層のご理解、ご協力をお願いし、感染症対策の徹底を図ってまいりましょう。